あー、はい、今日は2022年4月17日、またちょっと遅い時間にこの音声を取り始めています。この一週間で割といろいろとスマホやらタブレットやらを購入したりしていました。そうですね、スマホの方が先週も話していた OPPO Reno 5A、 こちらは無事購入しまして、 Y モバイル版の eSIM 版ということで、まあ eSIM 版と言いつつ物理 SIM も刺さるんでデュアルで使えるよというものになりますが、そちらを Y モバイル NNP で、購入ということで9800円というので無事買いましたと。で、続いて買ったのが iPhone SE3 ですね。そちらの楽天モバイルに乗り換えると安くなるよっていうのでちょっと買ってみました。こちらが、そうですね、ポボ 2.0 から乗り換えということで契約をしてみました。こちらがいくらになんだったかな、17,800円だったかな。割引とかポイントとかついてそれくらいの値段になるというものでした。まあそちらも購入はして、とりあえずその楽天モバイルは eSIM で契約をして、その eSIM をその先ほど言った OPPO Reno 5A の eSIM として組み込んでみたりとかして、 iPhone SE 3は予備機としてとりあえず押し入れに放り込んでおきましたといった感じですね。で、スマホ、まあ1週間のうちその2台購入したよというのと、それと別にタブレットが、Android のタブレットを購入してみました。 NEC のラビー T12 という機種ですね。こちらがいくらだっけ、税込みで9万6000円くらいだったかな。そちらから、10% ポイントがついて、野島だったんですけど、野島のオンラインで、10% のポイントが還元されますよというのと、あと週末のキャンペーンとして、なんか10万円以上ご購入の方は、8000ポイントの特別なポイントが還元されますみたいなのがあったんで、まあ、9万6000円でちょっと足りなかったんで、4000分くらいの他のアダプターとか購入して、10万円越すようにして。で、あと NEC がキャンペーンを売ってたみたいで、この商品に使える5500円引きのクーポンがありますよ、みたいので、そちらのクーポンを当てて、だから最終的には、9万6000円から5500円引きで、9万500円で 10% で9万円、9万円の 10% で9000ポイント、8万1500円。そっから8000ポイントさらに引いて、だから、8万1500で、7万3500か。まあ、それくらいですね。はい。というくらいの価格で購入ができたよというのがあったんで、まあ、ポチって見ちゃいましたと。こちらのタブレットがまた、久しぶりに出た国内生産、いや、生産は国内じゃねえな、これ。レノボと共同で作ったみたいな感じでしょうね。NEC は今、レノボとパソコンの製造など一緒にしてるんで。なんで、レノボからも同じスペックのタブレットというのが出てもいるんですけれども、そちらはキーボードとか、アクセサリーがいくつか付属していて11万だか12万だかしてるみたいなんですけれども、それらアクセサリーいらないかなと思ってたんで、まあこの NEC の方だとそういったものが一切付属せず、まあ別途購入すればいいんですけれども、購入するしないというのが選べるというところで、こちらの NEC のラビタブ T12 という機種を購入してみました。性能的にはスナップドラゴンの870という型番のものなので、なかなか国内で Android タブレットって高性能なもの出なかったんですけれども、久しぶりにもう本当に第一線で戦えるような
Android タブレットが出たなというのがありまして、こちらの発売日は2022年3月17日発売っていうことで、まあ自分全然知らなかったんですけれども、まあたまたまこれを見つけまして購入してみるに至ったわけです。まあそれに至った理由として一つあったのが Galaxy のタブレット S8 プラスというやつですかね。そちらが久しぶりにこう正規販売が日本でされるということで、そちらを買おうかどうしようかというのを検討していたんですけれども、まあ、若干ちょっと最近性能をこう抑える仕組みがどうのこうのとかいう問題がギャラクシーの方には出てきていたのもあったんで、うん、若干あやがついたなというところもあったんで、あとは日本企業、まあ、NEC ですからね、日本の企業応援みたいなところでこちらを買ってみようかなと思った次第でもありました。で、使ってみた感じ、まあ、早速届いて、セットアップして。で、使用してみた感じ、おぉ、こんなに反応、レスポンスもいいし、画面もでかいし、綺麗だし、有機 EL だし、12.6 インチという大きな画面だし、というところで、ああ、これならば、まあ、今までタブレットといえば iPad の一強だったな、というところが、ようやくそこに割って入れる、Android タブレットというのが、しかも国内のメーカーから一応出たというところで、まあ本当であればソニーあたりにXperiaのタブレットを頑張って出してほしかったんですけれども、出るよ出るよと噂がありつつ結局出ずじまいというのがここ数年続いていたもので、出るんですかね、どうですかね、出てほしいんですけど、まあそれはそれ、とりあえずこのラビー非常にレスポンスも良く、あ、ただ最初購入した直後にゲーム入れてみました。まあ、あのやっていたと言っているヘブンバーンズレッド、ヘブバンと略されるゲームですね。そちらを入れてみたんですけれども、最初直感もたつく感じがあって、あれはこれはやっぱダメかなと思ってたんですけれども、本体のソフトウェアのアップデートというのがあったみたいで、このラビー T12 のアップデートというのをしてみたら、それ以降カクつくような感じもなくなって、でよくよく調べてみると、なんか購入直後はこうベンチマークの数字もちょっと低いんですよと、けどそれをアップデートするとベンチマークがちょっとまともになるというか、マシになるというかという話も見聞きしたので、まあそういうことだったんですかねと。これであればヘブンバーンズレッドというゲームであれば快適に遊ぶことができるなというのを確認できた次第です。家の中で遊ぶんであればこれでいい。ただそうですね、こう外に出た時、通勤してとかそういった時にはこの 12.6 インチっていうのはさすがに取り出して遊ぶというのは厳しいところがあるんで、あくまでも家の中で遊ぶにあたって使うだけかなとは思ってますけれども、でこの画面サイズ 12.6 インチとありますけれども、iPad Pro の 12.9 インチというのをタブレットとして持ってもいまして、そちらと比べてみたところ、まあ私が持ってたのは初代ということもあるんですが、非常にコンパクトですね、こちらの方が。まあ画面の比率というのが iPad の方がこう正方形に近い、まあ4対3の解像度というか画面の大きさだったかな。で、こちらが16対10ですかね、という画面の大きさなんで、その辺も比率が違うっていうのもありはするんですけれども、ただ YouTube とか見る分にはこの若干横長の方が見やすいというのはあり、ただ電子書籍に関して言えば正方形に近い方が読みやすくもありと、まあどちらも一長一短あるものの、今回 iPad Pro の初代 12.9 インチの第一世代というやつがいよいよ iOS のアップデートから外れていくよというふうなニュース記事もあったもので。まあそれもあってこのタブレットを探して購入してみようかというのも思ったところではありました。同じく iPad Pro の新しいやつが先日の発表か何かに出てたんであれば、そっちポチっちゃってたかもしれないですけど、そちらは出ずじまいだったので、というタイミングでこの Android の高性能なタブレットで、かつキャンペーンだったのか、こう少しお安く買えるというタイミングがあったんで購入してみたといったところでした。なんかうだうだと購入したことばかり話してもう10分経過してしまった感じですが、他に購入したやつとかこのタブレットの使い勝手とかまた別の機会に
お話しできればと思いますが、とりあえず買って悔いなし、素晴らしいタブレットだと思っております。じゃあとりあえずは今日この辺で。お疲れ様でした。